チーム DSM はドイツに本拠地を置く自転車ロードレースの UCI ワールドチームである。チームの発足は2005年で世界有数の自転車部品メーカーであるシマノがオランダの自転車ロードレースチームメモリーコープに資本参加し既存の全日本実業団自転車競技連盟登録チームシマノレーシングとメモリーコープを合併させて 島のメモリーコープを設立したことによる。翌2006年、電動工具メーカーのスキルがスポンサーとなり、チーム名をスキル島のとした。スキル島のは、設立母体の片方が全日本実業団チームであったため、設立時より日本人選手を数多く所属させており、日本を含むアジア地域とヨーロッパで並行して活動した。 しかしこの体制は2008年限りで終了となり、2009年からチームはヨーロッパを主な活動の場とするプロフェッショナルコンチネンタルチームのスキルシマノと日本を含むアジアで活動する UCI コンチネンタルチームのシマノレーシングに分割され、2011年現在、同ユキヒロ以外の日本人選手はすべてシマノレーシング所属となった。そして2013年には、 日本人選手は全員移籍し、残ったアジア人はジチェンとジン・ヤンドンのみとなった。2009年にはワイルドカードにテツールドフランスに初出場。当時在籍していたベップシコレが同レース初出場を果たした。2011年限りでスキルが撤退したため、2012年シーズン初頭は新たなメインスポンサーが決定するまでの間、チーム名は チーム理念を表す言葉の頭文字に由来する所を、プロジェクトニとンアイに変更になった。そして3月30日、2012年シーズンの正式チーム名がアルゴスシマノになると発表された。2014年、アルゴスがスポンサーから撤退し、チーム名はチームジャイアントイコールシマノとなった。二千十五年、ドイツの育毛シャンプーメーカー、アルペシンが新たなスポンサーとなり、 チーム国籍もオランダからドイツに変更。チームジャイアントイコールアルペシンとなった。2017年、2015年からサブスポンサーに加わっていたオランダの企業サンウェブがメインスポンサーとなり、チーム名はチームサンウェブとなった。2021年より総合科学メーカーの DSM 社がタイトルスポンサーとなり、チーム名はチーム DSM となる。 2021年6月20日更新2005年度メンバー一覧、プロジェクト1と24 i が、新ジャージと自転車を発表サイクルスポーツ2011年10月17日付、公式アカウントによりツイートチーム DSM2021、チーム 3W2020 デュームラン、マシューズが、ビッグタイトル目指し指導チーム 3W2019 年シーズン展望、デュームランを筆頭に、 タレントが揃うチームサンウェブ2018年シーズン展望チームサンウェブ2017ドイツのチームサンウェブが2017年のジャージデザインと体制を発表ありがとうございます